中国製、銅滅器、厚生薬卿、小高雷館を有する 7.6254mmR 実砲左から右に 7.6254mmR 弾、7.62X39mm 弾、7.62X25mm、トカレフ弾である 7.62X54mmR 弾はロシア帝国により開発された記念式小重用実縫であり、 1891年に軍用弾薬として導入された。開発から一世紀以上経過しているが、現在でもロシア連邦軍のほか、中国や北朝鮮、ベトナムなど冷戦時代には、東側陣営に属した国々で広く用いられている。本弾薬は開発当初、模擬な弾用として設計され、平成ロシア時代の後期から、現代のソビエト連邦の終結までを通じ、機関銃や、 トカレフ M1948 自動小銃のような小銃に採用されている。この実縦はいくしか作られた代表的な機械式実縦の一つで未だに軍に残って用いられており、かつ世界のすべての軍は作り出した弾薬の中でも最長の採用年数を持つ。アメリカ製のウィンチェスター M1895 も、また当時のロシア政府との契約によってこの弾薬を 使用するモデルが設計された。7.6254mMR は未だ、ロシア連邦軍において、ドラグノフ狙撃銃や他の狙撃銃により使用されている。この経緯は、PKM のようないくつかの最新の機関銃と同様である。歴史的に、本弾薬は 7.62mm ロシアンとして知られ、また、今なお交互で、そのようにしばしば故障される。 しかしこの R とは現代の公式な CIP の表示 7.6254mmR において起源式を示す。これは CIP の標準的な故障にならっている。本実報の名称は7.62ソビエト弾薬としばしば混同されるが、この弾薬は SK スカービンと AK-47 で使われる 7.62X39mm 弾の ことである。7.6254mmr 弾は世界のいくつかの主要な軍隊で未だに通常の作戦任務についているものとしては最古の実報である。2011年この弾薬は採用年数が120年に達した。7 6 2 5 4ル m r 弾は2011年現在主としてドラグノフのような狙撃銃や PKM のような機関銃で用いられている。弾道性能は308インチェスターや 7.62X51mm ナトウ弾に類似する。同じ長さの射撃試験用重心が比較に用いられるとき30から06スプリングフィールドジッポーはより高い空圧と薬莢容量を持つことから7 6 2 5 4ル m r よりも有料である。 304.8mm 長の重心を使用した30から06スプリングフィールド実縫と 355.6mm 長の重心を使用した 7.6254mmr 実縫を比較した時でも後者は308ウィンチェスターにより一致した弾道を描く。また、いくつかの現代的な創薬を充填した十四メートル m r は 308ウィンチェスターの威力に、ほぼ禁似する。アメリカ製の伝統的な、30から06実砲との性能の禁似、同様に豊富な軍事、歴史的価値、また驚異的な長明から、7.6254メートル MR 弾は、ロシアの30の06とも呼ばれている。本実砲は、22ホネット弾、30から30ウィンチェスター弾、そして、 303ブリティッシュ団のように、今日まで広く小銃用に用いられており、また薬莢がボトルネック形状、起演式、そして雷館がセンターファイア式となっている弾薬の一つである。1880年代後期、また1890年代のボトルネック形状で起演式の実報は、大部分が第一次世界大戦終結までには、用いられなくなっている。 7.6254メートル MR 実砲は当初13.7グラムの単型をした完全な飛行弾頭を有した。日露戦争での経験からこれは1908年に9.7グラムの線形をした飛行弾頭に代替され現代まで標準のまま残っている。弾道の正確さを増すためにドラグノフ素撃銃は7 n 1という派生型の薬莢を使うが これは通常の推進体を打ち出す代わりに用いられ9 7グラムのボートテールをした飛行弾頭を持つ。7N14 はドラグノフ SVD のために開発される新しい装薬である。7 6 2 5 4メートル m r は4 1 6ミリリットルの薬莢容量を持つ。明確に先細りとなった薬莢の外形形状は劣悪な状況下でもボルトアクション小銃と 期間中における装填と配車やの信頼性を高めるよう設計されている。ただし、この設計は信頼性改善の助けとはならなかったものの、薬莢自体の形状は今日まで同じまま残された。7 6 2 5 4ル m r 7 6 2 5 4ル m r の最大 CIP 実ズ寸度。すべてのサイズはミリメートルで表示されている。アメリカでは、 薬莢ショルダーの角度として α2 を約18.5度と定義している。この弾薬に使用する一般的な線状傾斜率は 240mm4 乗、ファイ領域イコール 7.62mm、ファイ状イコール 7.92mm、領域長イコール 3.81mm であり、雷管の形式はベルダン式、またはごく珍しい大型小銃用雷管である。 公式 CIP ガイドラインに従えば 7.6254mmR の薬莢は390波までのピエゾ抵抗で測られる圧力を処理できる。CIP の規定に従う国では消費者に小重用弾薬を売るにはすべて保証のために最大 CIP 圧力で125%を試験しなければならない。7 6 2 5 4ル m r は 30から06スプリングフィールドとほぼ同じ威力のクラスに入る。軍の派生型として用いられた線形弾頭は特に細長い形状を持ち、このクラスの実砲としては高い低身性という結果をもたらした。また、蒸気の平均的な長距離弾道性能とエネルギー保持に寄与している。狩猟用実砲では中型から大型銃の狩猟に使われており、 山本平吉は 7.6254mmR を使用するベルダンー m 1 8 7 0で多数のヒグマを仕留めている。現代のロシアにおいても 7.6254mmR は一般的に狩猟目的で使われ、その大部分にはスポーツ用に調整された模ナなン小銃とドラグノフの民衆用派生型が使われる。広く使われる現代的なマグナム実は ロシアの漁師の間では一般的でない。これは北アメリカで普段装填に使われるものとは対照的である。7.6254メートル MR は軍用の放出品と新規生産品等を広く入手できるが射撃競技用としてはあまり用いられていない。大部分の軍放出品は構成薬莢でベルダン式雷館を使っている。これは 空薬卿に手作業で創薬を詰め直して再利用する上で障害となる。しかしアメリカ合衆国では東欧圏の余剰品である模ナな岩小銃の人気が高まりボクサー式雷管に対応した実報や空薬卿の新品が入手できるようになった。これらの薬卿は大型の小銃用雷管に対応している。6.554メートル MR の実報が1960年代に ボストークブランドで作られた射撃競技用小銃の多くで用いられ、また1970年代のものは7.6254メートル MR のネック部分を下げたものである。ありがとうございます。